夏の暑さも吹き飛ばすような熱いニュースが飛び込んできましたね。なんと、ナンンバーアンダーアダインアイの新曲、ハッシュタグボンがチャンネル R のソング・オブ・ザ・ウィークで見事トップ2に輝いたんです。音楽は、その国や文化のアイデンティティを象徴し、人々の心に深く根付く力を持っています。日本においても、音楽は時代を超えて進化し続け、その多様性と独自性が多くの人々を魅了してきました。しかし、 現代のグローバルな音楽シーンにおいて、日本の音楽が世界でどのように受け入れられるかという課題は依然として存在しています。そんな中で、ナンンバーアンダーアダインアイの「ボンという楽曲が登場しました。この曲は、平野紫岩優太、神宮寺優太という才能豊かなアーティストたちによって作られ、現代的なヒップホップのリズムと、日本の伝統的な音楽要素が見事に融合した作品です。この曲は、 2024年5月26日に公開され、その後すぐに約4060万回以上の視聴回数を記録し、日本のみならず世界中のリスナーの心をつかみました。夏の暑さも吹き飛ばすような熱いニュースが飛び込んできましたね。なんと、ナンバーアンダーラインイの新曲、ハッシュタグボンがチャンネル R のソングオブザウィークで見事トップ2に輝いたんです。4000万回を超える再生回数、これはもう、 お祭り騒ぎと言えるのでではないでしょうか。ハッシュタグボンの魅力は何といっても、一度聴いたら忘れられないそのメロディーラインと、見るものを一瞬で彼らの世界に引き込む、エネルギッシュなパフォーマンス。平野翔君、岸優太君、神宮寺優太君の3人が織りなすハーモニーは、聴く人の心を解き放ち、自然と笑顔にしてくれる不思議な力を持っています。MV では、花火のように華やかで、 どこか懐か懐しささを感じさせる夏祭りの風景が映し出され、彼らの仲の良さが伝わってくるような笑顔が満載。青春という言葉がぴったりな、エモくて胸がキュンとするシーンも盛りだくさんで、何度も繰り返し見たくなってしまいますよね。今回の新曲、「ハッシュタグボン」は、彼らがこれまでに表現してきた爽やかさや力強さだけでなく、どこか儚く切ない、新たな一面を垣間見ることができるのも大きなポイント。 大人になった彼らの成長を感じずにはいられません。しかし、この「ハッシュタグ本」の快進撃は、決して偶然の産物ではありません。彼らは、常にファンを大切にし、感謝の気持ちを忘れずに、進化し続けるという強い意志を持って活動してきました。今回の快挙は、そんな彼らの努力が実を結んだ結果であり、ファンである私たちにとっても、この上ない喜びです。 ハッシュタグ本を通して、ナンバーアンダーライン愛は私たちに、夏だけでなく、友情、絆、成長といった、大切な何かを思い出させてくれます。それは、きっと世代を超えて愛される、彼らの新たな代表曲となるでしょう。これからも、ナンバーアンダーライン愛は私たちにたくさんの夢と感動を与え続けてくれるに違いありません。彼らの今後の活躍により一層期待が高まりますね。 本の成功はは偶然ではありません。この楽曲は、日本の伝統音楽と現代音楽の融合というテーマを中心に構築されています。特に、章の音色が重要な役割を果たしています。章は、古代から伝わる日本の伝統楽器で、その音色は宇宙の音とも言われ、聴く者の,の心に深く響く力を持っています。この章の音が、ヒップホップのビートと組み合わさることで、 これまでにないい新しし音楽体験が生まれまれた、また盆語はそのタイトルが示すように、日本の伝統文化である盆踊りや盆栽とも関連しています。これにより、曲全体が日本の風景や文化を想起させ、リスナーに懐かしさと新しさを同時に感じさせる効果を生み出しています。この曲を聴くと、日本の美しい自然風景や、伝統的な祭りの光景が目に浮かんできます。 サビの部分で繰り返される、ボンボンというフレーズは、まるで太鼓の音のように心地よく、リスナーの心を包み込みます。このフレーズは、赤ちゃんが母親の体内で聞く心臓の音に似ており、安心感とともに強いエネルギーを感じさせるものです。この音楽の持つ温かさと力強さは、日本人としての誇りを感じさせるだけでなく、世界中のリスナーに日本の文化を伝える力を持っています。さらに、 ボンのパフォーマンスも見逃せませまん曲の冒頭でメンバーが正座をしているシーンは、伝統とモダンが交錯する象徴的な瞬間です。このパフォーマンスは、視覚的にも聴覚的にも非常にインパクトがあり、多くのファンから高い評価を受けています。特に日本の伝統文化を知らない海外のファンにとって、このパフォーマンスは新鮮であり、かつ魅力的なものでしょう。こうした視覚的な要素が加わることで、 日本は単なる音楽作品を超え、日本の文化そのものを世界に発信する役割を果たしているのです。このような日本の伝統と現代の音楽を融合させる試みは、近年ますます重要視されています。グローバル化が進む中で、日本の音楽が世界の音楽シーンでどのように位置づけられるかは、重要な課題です。ボンゴはその回答の一つとして、日本の音楽が持つ独自性を保ちながらも、 世界的なトレンドに適応すする可能性を示していますこの楽曲がこれほどまでに多くの人々に受け入れられた背景には、日本の文化や音楽に対する深いリスペクトと、それを現代の音楽シーンに適応させるための創造的な努力があるのです。ボンの成功は、他のアーティストや音楽プロデューサーにとっても大きなインスピレーションを与えました。これからも日本の音楽シーンでは、 伝統と現代の要素を組み合わせた新しい音楽が生まれることでしょうそしてそれらの楽曲がボンのように世界中で愛されることで日本の音楽文化がさらに広がりを見せることが期待されます音楽を通じて日本の美しさや独自性が世界に伝わり多くの人々に感動を与える日が来ることを願ってやみませんナンバーアンダーライン愛のボンは単なるヒット曲以上の意味を持っています それは、日本の音楽が持つ可能性と、世界に向けた新しい挑戦の象徴でもあります。この曲が世界中のリスナーに愛されている背景には、メンバーの深いクリエイティブな視点と、日本の伝統文化への愛があります。この楽曲を通じて、日本の音楽がさらに進化し、多くの人々に感動を与え続けることを期待しています。ハッシュタグボンの MV を見たとき、多くの人が日本の夏の風物詩である。 ボン踊りを連想したのでではないでしょうか,し,かし、かし伝統的な盆踊りのイメージとは異なる、スタイリッシュで現代的なアレンジが加えられていることに気づいた人も多いはずです。これは、まさにナンバーアンダーライン愛が得意とするところ。伝統を尊重しながらも、新しい風を取り入れる、という彼らの姿勢が、楽曲、ダンス、そしてファッションといったあらゆる面に表現されているのです。例えば、 衣装を見てみましょう。伝統的な浴衣をモチーフにしながらも、現代的なシルエットや素材使いが光る、斬新なデザインが目を引きます。これは、伝統とモダンの融合という、日本の文化が誇る美意識を見事に体現していると言えるでしょう。そして、忘れてはならないのが、歌詞に込められたメッセージです。過ぎ去りし日々の思いで、大切な人への思い、未来へ向かう希望といった普遍的なテーマが、 情緒豊かに歌いい上げられていますこれはまさに日本の心そのもの。古来より日本人は自然と共存し、四季の移り変わりの中でさまざまな感情を育んできました。「ハッシュタボン」はそんな日本人の心の奥底に眠る感性を呼び覚ます力強いメッセージソングとしての側面も持ち合わせているのです。さらに「ハッシュタボン」はグローバルな視点からも注目されています。 世界中で日本の文化への関心が高まっている中、伝統的な盆踊りをモチーフにした楽曲は、新鮮な驚きをもって受け入れられています。歌詞は日本語ですが、言葉の壁を越えて、音楽とパフォーマンスを通して、日本の文化や精神性が世界に発信されているのです。ハッシュタグボンは、単なる夏歌の枠を超え、日本の伝統とエンターテイメントの融合、 そしてグローバル社会における日本の文化発信という大きな可能性を秘めた作品と言えるでしょう。これからもナンバーアンダーライン愛は彼らの音楽とパフォーマンスを通して世界中の人々に感動と元気を届けてくれるはずです。私たちファンは彼らの挑戦を温かく見守り応援していきましょう。